紀は中国五代十国時代に法省を中心に現在の先制、官宿、四川の一部地域を支配した国。建国者は李持貞サただし、いわゆる十国からは除外されている。五代十国時代の901年に法省節度誌であった李持貞が建国した地方政権。五代十国には数えられていない。構想の乱にて軍港を挙げた。 リモチサダは、やがて節度氏に認じられるようになり急速に勢力を拡大した。891年に京元節度氏の反乱を沈め、その本拠であった冠中を支配すると、朝廷が派遣する公認節度氏を妨害し、復診を止めごとして派遣したため、実質的に二つの節度氏を兼任することとなる。これに激怒した、党の昭集は894年に、 リモチサダと抜群を起こすが、他の節度士の協力が得られず計画は失敗する。その結果、リモチサダが、艦中全域を平定しさらに勢力を拡大、901年には、招州に迫り、器用の称号を与えられた上に、皇帝を自分の根拠である法相に移して、戦闘を宣言する。これにより柔道20州をきの国号で統治した、リモチサダは、 直行定すら伺える地位を得た。しかし他の節度誌はこの動きに対して激しく反発。主禅中利活用ら有力藩鎮が、李持ちさ討伐に動き出す。903年、法相を包囲した、主禅中は、生徒の王権と結んでこれを攻撃。やむなく李持ちは、招州を、主禅中に引き渡して降伏した。は二七州にまで削減され、没収された領土は、 主禅中と王権によって分割された。907年、主禅中は、東朝滅亡を実現させて、高領を建て、地方の藩鎮もこれに対抗して、次々に新国家を打ち立てて、王、皇帝を名乗り、いわゆる五代十国時代が始まった。李持貞も、木の国号で自立したが、赤実の勢力はなく、高領と前職の間で、細々と名脈を保った。 高統のリアリ継江が高梁を滅ぼすと、リモチサダはその圧力に屈してその領土を924年にリアリ継江に献上した。リモチサダは高統の諸高王として新王に封じられたが、国家としての木はここに滅亡した。リモチサダの後を継いだこのリジュは、リアリ継江によって各地を転々とさせられた。次の更新の時代となると、リジュは、 更新により再び貴王に封じられて、放送への帰還が許されたが、946年に李従が死亡すると、貴王の家系は断絶し、明日ともに貴は滅亡した。ただし、李従が受けた王位は五大王朝から受けた諸公王としての王位であって、国家としての貴王は、李持ちサ一代のみとされている。ありがとうございます。